長江堤は1451年琉球王国によって建設された全長約1キロメートルの堤防と橋からなる道路であり、草原寺付近と異変釜を結んでいた。かつての那覇は浅い入り江とその入り口を塞ぐように横たわる浮島と呼ばれる島からなっていた。浮島は現在の久米及び松山付近に相当する。 中国王朝からの使者は浮島に上陸しやい海を渡って首里へと向かうことになっており、琉球王府は使者を迎える際に国中の船を集めて船橋としていた。1450年に琉球国王に即位した昭金福王は1451年、翌年の作法史を迎えるにあたり浮島と首里島を結ぶ堤防と橋からなる道路の建設を決め、 当時の最小懐きに加盟した。懐きは海が深く波も高いことから人の力だけでは難工事になると考え、祭壇を設けて2や3昼にわたる祈祷を行ったところ、翌日潮が引き海底が現れたと言われる。工事には身分の高いものから低いものまで多くの人々が参加している。工事の後、懐きは真意に感謝するため、 アマテラス大臣を祀る神社と長寿寺と呼ばれる寺院を建立した。一方、長皇帝建設に従事したアハゴンの炉が病死し、これを不憫に思った人々が彼女を堤防のあぜに埋葬し周囲に石垣を積んでこれをうたきとした者がイブベッツイになったとの伝説がある。当初はフミチと呼ばれていたが、1633年、作法師の森三作に付き従って、 琉球を訪れた小安氏が、遠望すれば、長江のごしと述べたことから、長江堤と呼ばれるようになった。長江堤の建設によって、浮島と首里島を隔てていた、浅い海に土砂の堆積が進み、干潟が形成された。また、交通の便が良くなったことから那覇への人口集中が進み、住宅用地が不足するようになった。このため、 1733年頃から干潟を埋め立てて住宅用地とする工事が進められるなど次第に内陸化していった。1756年に作法師として琉球を訪れた修行による記録琉球国史略に収められた絵図中山八景に長江秋聖という題目で長江帝の様子が描かれている。またこの絵図をもとにした 葛飾北斎の筆による浮世絵、琉球八景も制作された。明治に至るまでは十貫瀬道と呼ばれる主要道路として使われていたが、周囲の交通網の発達によって、普通の街路となっている。現在の地名で、那覇市博の草原寺前から浅戸川を渡り、牧市二丁目北部を通り、三重橋駅付近で雲寺川を渡り、松山一丁目の雲寺沈マーサー跡付近に至る。 全長約1キロメートル、高さ約1 5メートル程度の堤防道路であり、あざと橋と吉江橋を含む7カ所に石橋が架けられていた。現在では、吉江橋から西側は区画整理により、痕跡を止めておらず、牧市二丁目内の十貫瀬通りと呼ばれる道路の経路に当時の痕跡が残されているのみである。長江邸の石橋は琉球王国で、 最初の石像アーチ橋であったとされる。これは中国からの品格を迎えるにあたって中国風の衣装を示す配慮があったものと考えられている。一方、石像アーチ構造は長江堤以前にもザキミ城の縄文などに見られ、これらの建築技術が応用されたものと考えられている。琉球王国では長江堤建設を契機としてジオンジ橋や 天女橋など多くの石像アーチ橋が建設された。草原寺前にあったことから草原寺橋とも呼ばれる。草原寺混流の際に改造されたが1670年の洪水で流出し木製の仮橋が架けられた。この橋も1677年の洪水で破損した。ため同年に恩川親方安次が24000人を動員して大規模な改修を行った。 改修後の橋は、全長70メートルで中央部の大きなアーチとその、両側の小さなアーチからなり、中央部を高めた曲線的な形状を呈していた。橋上に8体の石像放出柱を廃止橋脚に、大きな三角形の防水器を備えた、特徴的な形式であったが、沖縄線で失われている。現在の草原実況は、元の橋から数十メートル上流の浅戸川に、 かけられている。新州三重橋碑。左方の道路が、かつての長江堤跡に相当する。当初は、町金橋と呼ばれていた橋が、後の吉江橋に当たると考えられている。1735年10月8日から、翌年の2月6日にかけて改修が行われ、1744年に、新州三重橋碑が建立されている。1892年に大規模な改修が行われ、 西洋式の石像アーチ橋となった。この橋は沖縄戦や戦後の区画整理によって失われており、現在の吉江橋は元の橋から数十メートル東方の沖江通りが雲地川を渡る橋となっている。新州三江橋碑は1977年に那覇市の有形文化財に指定されている。名称の由来は新橋が点火したものと言われる。 九日巻き、二正金服、王二年1876年、APCD、新州見江橋日の解説版、土砂発通紙編第1巻、PP417 から422、土砂破根弱の焦点、PP59 から60、土砂破根弱の焦点、PP291 から295、沖縄の土木遺産、PP32 から39、 上間清沖縄の石像構造物に関する土木史的研究1987年、福島俊介、小倉信幸、ヤビク郵政補欠、運の務編、沖縄における伝統的建築技術の伝播と定着に関する研究新住宅普及会、住宅建築研究所、1987年、正和氏氏 c p 6 0から61泊まり改編、 発行、白紙 PP334 から336、1974年、AB、那覇市通信編第1巻、PP464 から467那覇市教育委員会文化財課編、那覇市の文化財那覇市教育委員会、2007年、那覇根弱の焦点、PP187 から188。ありがとうございます。